はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の領域と最大最小丸3をお送りします。で、このシリーズ3本目で、これが最後だね。で、丸1の時から言ってますが、1問ずつ取り上げていったので、今回も1問だけです。で、最後はちょっとね、まあここが違うんですけど、今までと、まあ、x2 乗プラス y2 乗となっているタイプの問題ですので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと難しいなと思う方は、今から解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、取り掛かっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回同様3つの不等式です。まあこれを満たす、まあ領域ではね、それを満たすときに、これの最大値および最小値を求めに行きます。で、丸1、丸2、まあ、前回前々回とずっと言ってきてますけど、とにかくこのタイプの問題はこの領域をしっかり書けるかどうか、それだけです。いいね。で、おそらくやってくれた方は気づいたと思うんですけど、ちょっとね、途中で話します、それに関しては。では行きましょう。どうしようかな、ちょっと大きめに今回もやりたいので、さあ、まあまあですね。で、ちょっと上を多めで、で、Y と原点と X で、ちょっとね、なんかまた咳が出始めたので、また咳込んだらごめんね、やってる途中に。で、まずこれ変形していくと、ここからいこうか。持ってきて Y で、マイナス3で処理するから、向き変わっての3分の 1x プラス2か。これが1つ目ですね。また番号をつけておこうかね。で、次が、持ってきて2で処理するから、向きは変わらない、マイナス2分の 1x プラス2と。で、最後が、これ持ってくるだけなんで、でもしかしたらここでね、今説明聞いてる方でも気づくかもしれないですね。実はこの3つの領域、前回の動画、丸2の動画と全く同じです。ここの出す順番とちょっと表記の仕方を変えただけなので、全く同じにしてあります。ちょっと意図があって、そうやってやってるんだけど、今回は。で、これを書いていくと、まず1個目、Y 切片が2ですね。Y 切片、まだ12がいるから、この辺にしておこうか。本当はもっとね、下なんでしょうけど。2で、マイナス6の時につくから、まあ、こんな感じかな。で、マイナス6の2と。で、が1番。で、同じく Y 切片2ですね。で、今度は、4の時に X 切片なので、この辺にしたいね。で、ここが4。で、これが2番。で、最後が Y 切片12。で、X 切片4だから、ここ通るんだよね。で、ここを通って、ちょっと上の方に、まあ、こんな感じかな。よし。で、まあ、前回と同じって言っちゃいましたけど、一応チェックします、ちゃんと。まず1と2より、1より下だね。で、3よりも下。1より下、3より下、でも2より上なので、領域としては、ここになります。で、今回の主役はこいつです。で、でも、やること同じで、結局、2乗、プラス y の2乗、これを k と置きます。で、前回までは k と置いて、y イコールに直すと。で、こうやって調べていって、最初にぶつかるところ、最後にぶつかるところをチェックしました。けれど、今回変形しません。なぜならこれでも完成してるから。で、何が完成かって、x2 乗プラス y の2乗イコール k。これ、円だよね。原点が0、0。で、半径はルート k になりますけど、の円なんです。つまり、原点が中心になってるから、こっから徐々に広がっていく円なの。こうやって半径が大きくなっていくから。で、最初にぶつかるのは、ここと接するときです。で、これはね、うまく書けないと思うんだよな。あ、ごめん。わかった。こんな感じのところ。だんだん広がっていくから、ブワブワブワって感じで。で、最後にぶつかるのは、今回こっちですね。これも、きついな。ちょっと俺の図が悪かったんですけど、まあ、こんなイメージで持っといてください。いいですね、こっちだね。このパターンだとね、こことちょっと迷いそうになりますけど、最終的になんでこっちかっていうのもすぐ分かるようなものも教えますので。
で一応前回と同じなのでここの交点は連立でまだ求めてね、一応3の3になります。この1番と3番この2つで連立するとね、で3の3になると。だから最大値は一番外なんで3の3でしょ。つまり x が3 y が3の時最大値3と3入れるので左残額で9+9だから18って分かります。で基本的にこの円を広げていくタイプの問題はここがね最大値になることが多いです。こうやって三角形になってれば。でもあれこっちとどっちかなって本当は距離を測る、ここまで4だしここ三平方を使ったら距離出せるからね、で分かるんですけど、じゃあこことここ4の0か3の3怪しいなと思ったら4の0入れてみるといい。そうすると四四16足す0で16でしょ。でもこっち18なんだよ。最大値って一番でかい数字出してるんだから18の方がでかいから、だからそっちでいいかなみたいな、そういうずるい方法もありですここは。で問題がここなんだよね。こっちでこっちはあえて色変えるね。ここの座標が必要なの、まあ、接点のね。なぜかっていうと x とか出てこないと出せないから、ここが最小値も。でどう出すかっていうと、これはですねこいつとこの直線円が広がって円が接してるからね、これ絶対に90度で交わります。これは円のあのね特徴というか、接線と原点みたいな中心からのこう結んだ線は必ず垂線になるから。ってことは今この丸にあるでしょ、丸にこれね、これ傾きがマイナス2分の1なの。ちょっと書いておこうか。傾きマイナス2分の1で、垂直な線っていうのは傾き同士をかけたら1になるじゃん。嘘、マイナス1になるじゃん、ごめんね。だからこいつの傾き、この傾きとこの傾きをかけてマイナス1になんなきゃいけないから、これ2なんだよね。傾きが傾き同士をかけたらマイナス1だから。で2って分かってて、しかも原点通ってるからねこの子。つまりこの青い直線は y イコール 2x なんです。いい？で結局交点を求めたいからこの y イコール 2x、 それと元々の丸にこっちか、まあ、こっちの方が楽だけどね、このこれをイコールにしたやつを連立方程式で解けば交点が出てきます。で俺がねちょっと場所をしくったんだけど、どう右上でいこうか。じゃあ一応やっていくとこのままでいいかな、こっちの方が楽なんだろうけどきっと。まあいいや、このまま行こう。y イコールマイナス2分の 1x プラス2だよね。でそれと y イコール 2x なので、でこれを本当は分数ままやんない方がいいけどね、まあ、マイナスで引いちゃいましょう。で0イコールマイナス2になるからマイナス2分の 5x、 これ通っちゃったよ。でプラス2と、でこっちに持ってきて両辺に5分の2をかけるから x イコール5分の4になります。で x が出てきたから、まあ、下の式の方が楽だね。ここに5分の4入れれば y イコール5分の8と。だからそれがそこの座標になる。でしかもここに書く答えにもなるから、そのまんま x イコールちょっと色ね、あの変わってるけど許して、5分の4y イコール5分の8の時最小値で2乗して2乗します。だから25分の16足す25分の64 25分の80なので5で割れば5分の16かで割れないもんね。でこれで OK という解き方になります。これが円のタイプの問題、これもよく出てくる。ただ結局やってることはもともとねこの領域をしっかり書くと。で直線だったらこうやってやっていけばだんだんね当たるところを、で円だったらまあ原点じゃない時もあるけど中心がだけど原点だったらそこから広げればいい。で原点じゃなくてもその位置から広げていけばいい。最初にぶつかるところ、最後にぶつかるところというふうに考えるといいと思います。いいかな。では今回は高校数学数2の領域と最大最小丸3をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回でこの章最後です。で最後は絶
対値が入ってる領域を最後にちょっと取り上げて終わりたいと思います。でその後は三角関数になる予定ですので、まずね、この章の最後、次回ね、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。